小型のバラ積み貨物船がフランスブレスト港でクズ鉄を積み込んでいる、ヨ子鉄の生産に用いられる、鉄鉱石の山バラ積み貨物は放送されない状態で大量に輸送される貨物のこと。こうした貨物は固体、または液体の状態であり、缶貨物と液状貨物に分けられる。バラ積み貨物はクレーンのバケットやベルトコンベア、パイプラインなどによって運ばれ、 バラ積み貨物船、橋家、鉄道の発破車、自動車の分流体運搬車の荷台などに流し込まれる。これらの輸送機械では効率的な2役作業を行うため、それぞれの積み荷の物性に合わせた設計がなされており、それが外観上の特徴となっている場合が多い。世界最大のバラ積み貨物船は鉄鉱石運搬船のバーレブラジルで、 40万2347歳か重量トンある。世界で最もバラ積み貨物取り扱い量が多い港は、大豆やコーンなど、米国産穀物の積み出し港である、ニューオーリンズ近郊のサウスルイジアナ港である。他これらの貨物の多くは、液状化や化学反応など、積載船舶の航行の安全を脅かすリスクのある、性質を持つものも多いことから、 会場における人命の安全のための国際条約に基づき国際会議機関が安全輸送のための国際規約を定めている。ほか、ありがとうございます。